ム東海チームに来てもらいました。おめでとうございます。おめでとうございます。いやーナイスタート。そうですね、頑張ったねジャッキー、はい、ジャッキーじゃないですジャッキー冷静だったね、頑張ったね。さあって一言じゃあ聞かせてもらいたいと思います。まずはじゃあジャッキーからはいどうぞ、バーンとあのカメラ向かって、愛知県じゃない、東海エリアを盛り上げることができましてよかったと思います。これからも頑張ります。よろしくお願いします。はい、続きまして井川くんね、ごめんね井川くんって怒られちゃった僕は井川ではありません、井川ですって怒られちゃいました、すいません。どうも。はい、じゃあ井川くん一言。マイク、じゃあ手持ちで。あ、はい、あ、じゃあ、僕は本当にちょっと足を引っ張りそうだったんですけど、本当に東海エリアはチームワークがすごい良かったので、あの僕はもうみんなに支えられて優勝できたなと思います。本当に、いやいやいや、待て、いやもうチームメイトに感謝です。ありがとうございます。ナイスアーツナイスアーツ。そしてじゃあ次は川原くん。はい、じゃあ川原くん、とにかく夢中で頑張りました。よかったですありがとうございます。はい、そして大鳥の今滝舞、もう序盤はもう大活躍したっていう話聞いてたけど、序盤と最後すごかったですね。じゃあ今滝舞全員頑張ったね。はい、特に記憶がとどまってないあたりがまだまだだなと思いながらもいや面白かった。はい、またしっかり練習してやっていこうと思います。はい、あ、すいません、いや大丈夫大丈夫、ちゃんと閉まらなかったけど大丈夫大丈夫。そうそうそう、さて、次回はパーティー、もうちょっと聞いてるいやだってさ、もうすいません、いやさてってすいません、どうも本当すいません、最後の最後に優勝に泥を塗ったような形になっちゃいましたけど、いやでも本当に、今日じゃあどの辺からいけるかなと思いました。やっぱ関西じゃないですか、ね、あ関西、まあ、近畿だよね。近畿戦はもう本当に結構すごいフルレークもつれてもつれた試合やってて、もう全部今日もつれて全部フルレークです。あ全部フルレーク、はい、あ時間が押した原因はここだ九州も5-4、あオール5-4で優勝なんだ、すごい。あ押した原因はここだったのね、はいでもねやっぱり今日本当感動的なねやっぱシーンの連続だったんですけど、僕思ったのはこう川原くんがねもうガッツポーズがもうなんかすごくてうっしゃーみたいな、あれはもうなんか雰囲気作ろうと思ったの監督として。そうですね、やっぱりこうチーム戦なんでこう普段はあんまやんないんですけど、流れをこううまく作れればいいなと思って、自力で勝てない部分をそういうところでカバーできればいいかなと思って意識的にはやってました。さすがですね、作れてました。そして女子力、今日も女子でねやっぱ一番こう調子良かったと思うけど、さあ今滝麻衣選手20良かったよね。そうですね、今日ははいちょっと20がいつもより入ってくれてたのでちょっと安心しては投げてましたけど、やっぱ途中で壊れましたね。壊れるね。あれってなりながら、いや今日でも本当にね関東チームもすごいいいだってしてて、でもみんなどんどんフォーム崩れていくのよね、うん、でもプレッシャーで、でも最後まで崩れてなかったのは今滝、ね、あ本当ですか、綺麗にあの投げてた、ありがとうございます。他みんな崩れてたけど最後あもう違う、別に指先が違うとか、あテイクバックがおかしいとかばっかりだったけどもうアップアップになってたんだけどね、まあそんな感じでね、そうですね、はい、でも最近ね井川くんも上位来てるし、もう山田くんはもう常連だよね。いやいやジャッキー常連、まだまだですぜひね、これからやっぱり昨日もね畑野選手が決勝に来たし、はい、6年目7年目の浜田織江が優勝したりとか、
っぱりこうコツコツね我慢してやってれば結果って出てくると思うので、ぜひ皆さんチャンピオンになる可能性ってあると思うので、これからも頑張って。はい、面白かったです本当に。でこの辺でねやっぱり本当に締めたいと思いますので最後に一言、はい、一人ジャッキーから。ジャッキーから。なんでジャッキーなんですか。わかんないですなんでジャッキー。いやわかんないわかんない、はい、じゃあ、ジャッキーです。ジャッキーです本当に今回はチーム戦で優勝することができましたけども、次はじゃあパーフェクトの方で、優勝、東海初の優勝できるように頑張ります。おーやー、はい、そしたらどういく。あ、こっち、あ、今だ。はい、じゃあ井川くん。井川です、はい、あのすもっと名前覚えてもらえるように頑張ります。今度は特にあの地元の名古屋の大会なので。あ、そうだね、あ、東海勢はこの勢いのままみんな頑張りたいなと思います。頑張ります。よし。これからもマイペースで楽しく頑張りたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。とりあえず今は愛知をもう出てしまった身なんですけど、次の愛知みんなに会いに帰ります。頑張って投げるんで応援してください。はい、お願いします。おめでとう。はい、今日は僕も一生懸命頑張りましたはい、今日は僕も一生懸命頑張りました。次回6月15日パーフェクト名古屋大会ポートメッセで待ってます。